入場して駅でないとダメなんです。Thank you.
夜はゲームやスマートフォンの使い方に気をつけ、リズムのある生活をしましょう。そして明日も元気に挨拶をして過ごしましょう。こちらは防災、お腹が痛いので。